社会起業家探求プログラム、ソーシャルビジネス。いよいよソーシャルビジネス立案のためのミッションが発動されます。世の中に存在するさまざまな社会問題、その解決方法とビジネスを結びつけ、君だけのソーシャルビジネスを立案しよう。ミッションを出してくれるのは、ソーシャルビジネスの最前線で活躍するこの4人。 YouTube や Twitter などで社会問題について積極的に発信を続ける広瀬さん。社会問題に主体的に関わっていく人たちを増やすため、インフルエンサーや動画メディアを通して発信を続けることで、人々の無関心をなくそうと日々奮闘している。その広瀬さんからのミッションがこちら。私からのミッションはこちらです。社会政治への若者の参加意識を高めるソーシャルビジネスを立案しよう。社会問題や政治への参加意識が諸外国の中でも低いと言われる日本。どのようにすれば人々が積極的に社会問題に関心を持つのか、解決策を考えてみよう。19万人以上の小中学生が学校に通うことができないと言われている日本の不登校問題。学校が合わなくても子どもたちにワクワク体験を提供し続ける辻田さん。オンラインの授業で子どもたちが夢中になれる授業を提供している。不登校問題に取り組む辻田さんからのミッションがこちら。私からのミッションはこちらです。学校に馴染めない小中学生の苦しみを解消するソーシャルビジネスを立案しよう。皆さんと同年代の生徒が抱えている切実な不登校問題、まずはどんな苦しみがあるのか、その原因は何なのかを知ることから始めてみよう。農業人口の減少により耕作放棄地の増加や食料自給率低下などさまざまな問題を抱える日本の農業。その最前線で農業を軸に環境問題に取り組む石川さんは、野菜を新しい方法で販売するだけでなく、今後農薬を使わない農法を広めたり、ソーラー事業など新しい分野にも挑戦をしようとしている。そんな石川さんからのミッションがこちら。私からのミッションはこちらです。農業就業人口の増加につながるソーシャルビジネスを立案しよう。みんなが毎日食べるご飯に直結するこの問題、農業を始める人が増えるにはどうしたらいいか、無理なく続けられるにはどんな仕組みが必要か考えてみよう。地球温暖化を解決するために二酸化炭素ゼロの自然エネルギー電力会社を運営する小野さん。既存の化石燃料を使った電力から自然エネルギーに変えてもらえるようサービスの強化に余念がない。電気を使うことで社会課題に取り組む団体に寄付ができる仕組みなども展開している。地球温暖化を解決するソーシャルビジネスの最前線で活躍する小野さんからのミッションがこちら。私からのミッションはこちらです。地球温暖化の原因である CO2 排出量を減らすソーシャルビジネスを立案しよう。日本でも近年台風や豪雨災害などの異常気象を引き起こしている地球温暖化問題、二酸化炭素が排出される仕組みや原因などを踏まえて考えてみよう。起業家からの4つのミッション。アイデアを集結し社会起業家の一歩を踏み出そう。次世代の社会起業家は君だ。